のぞみです。そしてノアです。はい、今回はですねノアと一緒に、みんな知ってるよね、今シーンっていうねネット通販があるんですけど、シーンでノアと爆買いをしてまいりました。1,2,3 とでかい箱が3箱あるんですけど、これの開封動画をしていきたいと思います。ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。オープン。さあどうでしょう。多分知らないよ、ノアはママが何を買ったか。ママもノアの話知らないでしょ。え、知らん。いきます。まず1着目、じゃん。え、可愛くない？可愛い。トレーナー、思ったより光沢あるけど、この天使がいるトレーナー1着目です。そしてで、私は多分そう、これにこれを合わせたくて買ったんだけど、これいいよね。シーンのさ、ウエストをさ、変えられる仕様がめっちゃいい。これのワイドパンツで、私多分ね、これにこれを合わせてピンクの靴を合わせたいと思って、ほらこのね紐が太いやつを買ったの。めっちゃ可愛いじゃんこれ。超可愛い。若干厚底、はい、こんな感じで靴。これもすっごい安かったよ。これもお安い感じでした。さあ次、これ短パン買ったんでしょ。短パン買ったんだ。短パンと、いやマジでさ、え、これ私、これ私ノアじゃない？だって、いやノア買ってないよ。絶対ノア買ってない。耳ついてる。ね、これ36歳やばくない？ノアだよ。え、これ絶対ノアだよ。え、でもこれノア欲しいかも。え、これめっちゃ可愛いよね。買ってみ。マジで可愛いって絶対。それはママはやばいだろう。え、待って、しかもさ、これさ、待って、上までいけるよ。ここまでいけんだよ、多分。着てるもん、そういうので。ママは多分この短パンにこれ挑戦してみたかったの。え、可愛いかも。え、絶対可愛くない？レッグウォーマーで、これノアより若いよ。普段は買えないんすけど、ほら見て、好きでしょ。絶対好きでしょ。そうなんだ。好きじゃない？魔女いるよ、魔女。軽いし可愛いよね。可愛い。めっちゃ若いよ。めっちゃ若いね。でもさ、こういうのもさ挑戦してみたいけど、ちゃんとしたとこで買うと意外と高いんよ。シーンだと何百円で買えるから。で、どんどんいけます。これママ？え？ママでしょ？え？待って、まだ飲んでないの。あ、でも可愛い。あ、短い。これ上と下で着るから可愛いんだよ、これ。え？こうやって着るから。ママこれが一番好きだな。いや、それママ無理な気がする。ちょっと待って、貸して。いや待って、それによっちゃさ、ちょっとさ髪型とかさ変えたくなるよね。ちょっと、あ、でも可愛い。このファスナーの終わりが分からん。これノアがさ着たい。いや、ノア着た方がいい。これめっちゃ好きかも。いや、ママは違うのよ。一回着てみたいなっていう思って頼んだけど、結局まあノアが着れればいいかと思って。どう？いいんじゃない？生地めっちゃいいね。いいね、可愛い。待って、ジャージ行ってみろ。あ、可愛い可愛い可愛い。可愛いよね。どう？めっちゃ可愛くない？これほら、これ一色しかなかったっけ。カラバリでも可愛いね。ここのこれ可愛いで、この下にたまる感じが可愛い。これに合わせようと思って。これ可愛い。可愛くない？シーンの靴マジでどれも可愛かった。めっちゃ軽い。めっちゃ可愛い。これあさ、どこで着るの？そう、いやいや、これ普通に着れるよ。マジ着てみ一回。ちょ、ママ脱ぐから。どう、上下着ていい？うん。メイクしてないからさ、待って、なんかいけてない。ガチのジャージの人みたいになってる。でもメイクしとけばよかったってちょっと思い始めてきた。さあ、お母さんピンクコーデです。あー、かわいい。一番っぽいわ。かわいい、かわいいです。そしてめちゃめちゃ裏起毛。これてか全体的に生地がいい。さあ、じゃあどんどんいけます。え、やばくない？ちょっと耳、耳系じゃない？大丈夫？耳じゃない。え？短い。ほら今までよ。ママだね。ママだわ。これ。え、でも可愛いと思う。これもこれで。いやでも多分これは着た方が可愛い。可愛いよ。え、なんかついてる。え、やばいかもしれない。ちょっと開けてみて。え、あれ見せたことある。履きたいみたいなこと言ったの、ママに。そしたら絶対やめた方がいいよって言われて。それだ。え、これ可愛いなと思ってさ。可愛い。これなんだ。
ママは一回着てみたいんだけど、普段着てたらさすがにママはやばいなと思って、ノアかな、これもノアかなって思いながら一回着てみたいなと思って頼んだ。これ何？多分首に斜め、あ、こういう、そうそうそう、こういってで足も出ちゃうんでしょ。そう、足も出て、これも絶対可愛いって。一回これ着てみた、うん、これじゃない、着てみた方がいいの一番いる。大丈夫、可愛い、めちゃくそ可愛くない。何になりたいの？こっち系になりたいのかな。だからこっち系好きなの。多分こういうのは本当は好きなんだけど、高いお金出して買うのはちょっと挑戦。いや、めっちゃいいよ。全体的な感じめっちゃ好きなんだけど、これがマジで本当20年前だったら着てたかった。普段から意外とワンチャンいける。これ上がアウトかも。上はアウトだな。下は全然いける。え、これいける？てか足細く見える。これはいいかな。え、これめっちゃ可愛いじゃん。じゃあ次、はい、開けて。なんだこれは。それはなんだ。それはなんだ。これじゃない？これと合わせようとしたんか。このセットアップにこれだ。ちょっとほら女子っぽい感じね。これなんかさ、いろんなとこで見るよね最近。最初何かと思った。いやマジ何かと思った。ちょっと一瞬止まったよ。動物かなって。靴ですね。だからこれのセットアップで着ようと思ったんだね。何になりたいの？気になりすぎるんだけどさ。いや違うんだよ、ママがノアをイメージしたっていう感じ。ま、これ着てなくない？え、ほら可愛いじゃん。何になりたいのか分かんないんだけど。え、ノア好きでしょ。ママもノアみたいな格好がしたいと思って基本的に選んでるの。嫌いじゃない、嫌いじゃないでしょ。綺麗じゃないでしょ。ノアこの地雷のイメージある。うん、もうこれにこれってイメージなんだけど。え、こういうイメージなんだけど。まあまあ時と場合によるけど。まあそうだね。でも基本的にママが買うと思わないな。確かにね。あ、これは普通に可愛いと思ったんだけど、うん、これね絶対十字架入ってるのね。なんかそういうのこれつけてで、この髪飾りね、で頭までね、ママだよこれ。ママだよね、マジでやばい、マジでやばいって。捕まる、うん、捕まる。どこにつけようと思って買ったんだろう。多分ね、洋服はまだあるはず。それはね、いけてると思う。とりあえずこれいいかな。ちょっと恥ずかしすぎるわ。どう？もうこれにこれでしょ。これは違うけど可愛くない？マジでこれはいっちゃんっぽいの。これにデニム、いや、それこそこれにこれでいいと思う。あー、なんかママ、ママだわ。やっとママになった。うん、5分くらい前ママじゃなかったの。やばかったよね、うん、いやこれもちょっとやっぱこうしたいな。若かったらな浮いちゃうよね、顔と。これどれ？ツルツルじゃねこれ。ママ、ママで。まあでもこれは何にでも合うね。シンプル、めっちゃシンプル。なんならこれにレッグウォーマーでこれいきたい。もう全部全部チェーン。次、なんかジャンルが違う。気になりすぎるんだけどこれにこれじゃない。そうだよ。え、これとこれは違うもの？違う、違うものだ。これは多分普通にニット、ハイネックのニット、黒のニットとかに着るやつで、これはマジでリアルに私が着たかったやつ。これとこの辺はこれは普通にデニムに合わせて着るやつ。これはマジでリアルなやつね。私の夢とか希望とかじゃない、リアル。デニム、デニムが2個着た。あー、これ違う。ノアと見ててさ、それ欲しいじゃん。欲しかったもん。アナーキですね、アナーキパンツで、これはママがノアに着てほしいやつ。でも一回ママが着てみたいやつ。すごいよ、可愛くない？え、これ絶対可愛いよ。で買ってなかったのか。いや、セットはないと思う。これかな、タートルネックに腕がついてる。これにこれ可愛いと思うけど。可愛い、可愛いよね、うん、可愛いよ絶対。いや、こんだけ下がガチャガチャしてるから上はシンプルにした方がいい。これはノアっぽいなと思って。ちょっと折った方がいい。このデニムの色合いめっちゃ可愛いね。絶対着るしょ。後ろもやばいよ。これのはね。うわ、なんか、え？あ、え？これ着てよ。おかしいな。こうじゃない？これ何？何が正解？いや、多分これ若い、うん、ノアが来たらまた違うと思うよ。ちゃんとメイクしてちゃんと作り込んでこれ来たら可愛いと思うよ。これに黒合わせかこっち系の色味のデニム。あ、あるじゃん、もう一個ある。あー、頼んだ。サロペット、これは私のです。これもそうなんですよ。これはリアルの自分用で、思ったより私スニーカーって持ってそうで持ってなかったの。なんかね、ちょっと厚底がシーンにはいっぱいあって私には完璧でした。これだいぶ厚いよ、だいぶ厚い。ここまであるわ、インソールは。ここまで、こういうのが欲しかったんだ。しかもめちゃめちゃ安い。そしてわー、これマ
マニキュアを入れるやつだ。綺麗に整頓できますよっていうやつ、マニキュア的なやつをしまえるやつですね。こういう雑貨もね、すごいよくて、これコンタクト、コンタクトを箱から出して種類別でしまえるの、めっちゃいいと思って、パチパチ1個ずつちぎってここに入れとくの。そうすると分かりやすいってやつ。ネイルとコンタクトの懸垂でといっぱいなパフ。どうも、私はパープルにしたけど確かいろんな色があったはず。めっちゃかわいい。これはリップだ。私わあ、結構赤いかも。こちらになっております。あ、そういうこと。こうやってやるでしょ。はい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 。これは何だろう、なんかいろんな形のパフがついてて、これめっちゃいいじゃん。このリップも良さそうよ。おしゃれ。やばそれやばいけど、まあ道具的にはなんかこれぐらい、綺麗になってるよね。発色良くても良さそう。かわいい。かわいい。あとフォームね。フォームも安かった気がする。はい、開けて。かわいい。ポップだ。ストローを刺して、これ3個あるよ。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。そして次も雑貨。ザル、麺とか野菜とか茹でたものを食うやつと、あと野球の野球ボールの紙皿と紙ナプキンと紙コップ。これはもう買わなきゃと思って、セイが12月の26誕生日なのでその時に使えたらいいなと思って買いました。あとこれなんかノアがお菓子作った時とかに入れる袋と、歯ブラシをここにテープがあって、これをこうか、蓋ができるやつだ。ここにかけて飛ばないようにこう蓋ができるやつ。あと筆、メイクの筆と、あとこれキッチンのまな板のここら辺にペタって貼るゴミ箱。これね、ずっと欲しいなと思ってたんだけど、どれがいいのか分かんなくて、これなら良さそうかなと思ってこれ買ってみました。涙袋のやつ、スタイラインみたいなやつ。あとはこれもリップ。あ、なんか違う。リップグロス、可愛くない？このリップグロス、ココナッツみたいなニュースぽいね。砂糖入れみたいなやつを買ってるね。で、クマね。これは爪楊枝ホルダーで、あとはこれテープなんだけど、光るテープってやつで、なんかちょっと気になってこれは買ってみました。で、あとはこのゴムパッキンみたいなテープなんだけど、これをお風呂場とかのゴムパッキンのところに貼ってあげるとゴミが溜まりづらいみたいな、こういう感じらしくって買ってみた。これもめっちゃ安かった。で、これはトイレとかに手を拭くタオルとかを入れとく場所、こう入れてシュッシュって取るやつで、これで貼るんだ。ヘタって貼って使えるやつだね。で、これはね、これめっちゃ可愛かったの。これはコアのやつなんですけど、見てて、こういう車になってて、こう押すと、可愛くない？マグになってて、ストローついてて、ここでジュース飲めるの。これは買うと思って、どうやって開けるの？あ、はぁー、すごい。で、こう入れてあげんだ。子供めっちゃ喜ぶやつじゃん。今日一じゃん。今日一かも。絶対こう喜ぶ。うん。これマジでちっちゃい子がいる子は、人は、おすすめ。で、そうしましたら、こちら、ママの最後です。開けていただいて。うわー、開けた。うわー、うわー、うわー。え、めっちゃ気持ちいい。めっちゃいい。めっちゃ気持ちいいじゃん。布団だ。でかっ、ほら普通にでかい。あ、普通に多分シングルサイズだ、ね、シングルサイズの布団。ノアのベッドぐらい。あ、これノアいいじゃん。もらうわ。うん、かわいい。かわいいし、マジで気持ちいいし、ちょっと重みがあるから落ち着く、うん、こうかけた時の重みがある感じが。かわいい、かわいいね。これももう一個買おうかな。ママこれと、もう一個その車、これは面白い。それ買う、うん、こう買わない。あ、あとなんかも言ってたよね。なんかの黒。あ、これの黒だ。忘れないようにしとかないと。したらじゃあ、ななちゃんの行きます。とりあえず。覚えてないんだよ。覚えてないんだよね。そうなんだよ。とりあえずママのは終わったよ。いや、でもなんか良かった。すごい良かった。なんか、一回ちゃんと着てみたいね。すごく完璧なお買い物だったよ、ママは。着てみて。ママが一番欲しかったやつ。なんか、部屋着にしたかったのかな。めっちゃピンク。いや、ぽくなくない？え、そう？うん、なんかノアがピンクを選ぶのがあんまりイメージなかった。確かにでも可愛い。マジの部屋着って感じ。うん、
結構ノアはままじゃない？分かんない、ママのも混ざってるかも。ノアも着れそうだなっていうので買ってるから。え、でもママっぽいのいるんだよ。いや、ママのもいる。でもこういうのママだと思う。あ、これママだよね。うん、覚えてない。覚えてないんだけど。え、でもこれノアっぽいよね。でも可愛くない？可愛い可愛い。え、ノアだっけ？マジでカートに入れたもん。え、しかもめっちゃダンスに向いてる。できそう。ダンスに向いてる、この速乾って感じ。速乾な感じがめっちゃいい。え、可愛いじゃん。うん、 T シャツ全部のレッスン着で買ったんだよ。うん、めっちゃノア。それ見た時にあーって思ったよ。なんで？絶対ノアだなと思ったでしょ。寒い。寒いやん。でもちゃんとなんかちゃんとパッド入ってる。柔らかいやつね。え、これなんか着てる人のレビューがめっちゃ可愛くて、シーンのレビューめっちゃ綺麗。本当可愛いよね。素材がいい。これはもう、これは覚えてる。あ、よく覚えてんね。本当だ。これめっちゃ可愛かった。ここ外して着るんだ。ここ外して腕が出るみたいな。はいはいはい、今流行りのね。いや、だからこれにこれじゃん。可愛いと思うんだけど、ミニ丈でワンピースとして。で、これじゃない？ほら、これめっちゃ可愛いなと思って買ったんだけど、これやな。もう何でも出てくる。いや、何でも合わせられるから。ノアだね。めっちゃノアだ。この丈はノア。え、でもこれ可愛い。これのね、肩とかに着ようとしたんだけど。ああ、なるほどね。ちょっと破けてるんだよね。やっぱさ、グレーが好きなんだね。確かに。これママなんだけど。ママ絶対ママじゃない？あ、ノアだ。多分ママがパーカー欲しくて買ったやつ。すごいな、めっちゃ赤いんだけど。めっちゃ赤くない？いや、まあ最悪セイ、これ切れる。これセイめっちゃいいじゃん、うん、これセイにあげよう。これママじゃない？え、あ、これはノアだ。これママだ。可愛くないんだよ、これ、うん、これ私か。私だね、これ。これがノアかな。レッスン着で買ったんだ、うんうんうん、それにこれも可愛いじゃん。可愛い、うん、可愛い。あ、可愛いじゃん、可愛いじゃん。これめっちゃ可愛くない？え、でもこれ結構入ってる。それにこれ合わせようとした？多分そう、多分そう。ね、多分だからこの赤とこの赤がちょっと違ったね。これめっちゃ可愛いなと思って普通に買った。うん、これ可愛い。これにも合うよ、このズボン。うわ、めっちゃ着やすい。良い？うん。コン好きね。コンとか。これめっちゃ良い。ね、可愛い、それ。超可愛い。それ多分ママ。え、ノアだよ。ノア？ノアじゃん。ノアじゃん。わかんない。多分ノア。可愛いなと思って買った。ノアだよ。入る？サイズが。サイズ問題。ノア、ノア、絶対ノア。あ、ノアだね。え、可愛いじゃん。可愛いよね。うん。それにこのデニム系可愛いね。これママだよ、絶対。可愛い、可愛い。あ、これママだ。これはアンジュシャルムの新作のスウェットと合わせたいのとか買った。質の量えぐい。この色なかなか持ってなくて。何個買った？あ、それママ。これもママでしょ。靴ほら。あ、これもママ。これもママだよ。やばい、靴屋じゃん。やば、いや、やばいじゃん、靴は。靴屋さん、靴の量やばい。でもね、全部可愛いの。からこれもさ、太めのさ、やつ。どれも可愛い。この丸い感じが全部可愛いね。やばい、マジで靴や。2,000円でしょ？2000円ぐらいだったよ、確か。靴が全体的に2000円ぐらいだったと思うんだけど、見えない。全然見えないし、てか、セインの靴なんかさ、すぐ穴開くからさ、もうシーンで頼もうかな。ボディピアス。可愛いじゃん。ボディピアス。の穴。インナーでしょ？あ、これ見た。いつどこでどのタイミングで着るのっていうやつ。やつ。これ。でも可愛いんだよ。ここにリボンついてて、うん、パパが怒っちゃうやつ。どこ行くんだ？そんなの着てどこ行くんだ？え、いつもこんなん着てるから。家でマジいつもこういうのしか着てない。でも冬場だからね。どうなのこれ？着てみてよ。でも可愛いよ。可愛いよ。ママはやばいよ。でもチラッと見せる分には可愛いかも。あ、カバン。カバン、カバン。このカバンめっちゃ可愛いんだけど。ほら。つうかさ、マジでさ、もう十分だよね。私本当にあのブランド物とか全然さ、あ、ママだね。めっちゃママやん。見て見て、可愛くない？腰が抜かれたサンダル、めっちゃ軽いじゃん。高っ。そして軽っ。絶対ママじゃん。ママだね。わ、可愛い。やばくない？同じような。あ、これママつけてる、うん、あ、そうそうそう、それママの。これね、ヘア飾り。え、コルセット、それはママの。絶対そう。ベルト、これベルト、ワンピースとかにこうつけるベルト。あ、それママじゃん。そう、かわいいのそれ。
なんか色違い色違いだよね。鬼かわ、うん、今年シルバーが熱いからね。これからこれがなおさん、ね、これのなんかこういうの着ようとしたのかな。ほらほら見て、一気に染まった。あ、かわいいじゃん。でこれ中合わせて、うん、寒い、季節外れ、うん、寒い。とりあえず行ったくない。全部教会終わりました。どうでしょう、終われ。いや靴よ、ママでしょ、1個しか買ってない。やばい、なんかさ一個一個がさ安いからさ、ついさ買っちゃうんだよね。結果こうなっちゃうんだけどさ、でも良かったと思うよ。多分普通のスニーカーを一足買おうと思ったらこれのもう4足とか分じゃん、値段的に言ったら。だったら私はなんか高いものを1個っていうよりは安いものをこうたくさんいろんな種類をっていうタイプなので、結果こうなっちゃったんですよ。でも靴に関してはそんなに被ってないよ、うん、これめっちゃ可愛いな。いやそれ可愛いよね、うん、この靴紐が太い感じがめちゃくそ可愛い、まあ、とりあえずこんな感じで、こういうのはねマジでもう一個ずつ買いたいなって思ったやつは買おうかなって思う。この黒とか絶対あったらいいと思う。でも本当にこのシーンって安いから一個買って挑戦してみて、ダメだとしても私はノアに渡せるし、セイに渡したいとかもできたし、挑戦としてなんか頼んでみるのもできるかなと思うので、今回こんだけ買ったけど割と当たりが多くて成功だったかな。うん、なんかまた着ると違う感じに見えると思うので、すごいいい買い物ができたなと思っております。私とノアがめちゃくちゃ暑い時に頼んだものだったから若干季節外れのものがあったりとかもするんですけど、これからね寒くなるのでぜひその辺をチェックして頼んでみてもらえたらなと思います。シーンのね購入品はノアと前回一回やったことがあったんですけど、その時から買うものだったりとかいろいろね変わってたりとかもすると思うので、今の私たちの好みはこんな感じになっております。ママの好みやばいやつみたいな。そうなの、やばいやつみたいになってるけど、いやあくまで私はあれは挑戦したいと思って買って、もし着れなかったらノアが着てくれたらいいなと思って買ったものだから、まあノアだったりノアの友達とかね、みんなに着回してもらえたらいいかなって思ってます。じゃあとりあえず片付けに入るのと、あとは着てみたいものを着てみてって感じですかね。はい、ということで片付けます。はい、ということで今回は親子でシーンでお買い物をして、まあ、購入品だけではなくって、まあ、コーデを組んで撮影をしてみました。やっぱりシーンってすごい値段的にもお手頃だから、なんかこういう格好してみたいなとか思った時にちょっと挑戦的な感じで買えるっていう価格がすごく嬉しくって、でノアにとってもすごいノアの好きがすごいたくさんあるところでもあったりとかして、普段からお世話になってるんですけど、今回ね一緒にこう2人で購入編することができて、なんか個人的にはすごく楽しかったなと思います。なんとですね、このお買い求めしやすくって可愛くって、もう本当に私とノアにぴったりなこのシーンからですね、とってもお得な特典がございます。クーポンコード BFPJP055 をご利用いただけば、お買い上げ金額税抜きで1円から5999円までセール価格よりなんと 15% もオフになって、税抜き6000円以上お買い上げの方はなんと 20% オフが適用されるんだって。これすごくないですか。セール金額からさらにこう安くなるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいなと思って、いつもさ手が出せないものだったりとか、ちょっとチャレンジしてみたいなってものとかもちょっと手が出しやすくなるのかなと思います。このねクーポンの利用期限は本日のこの動画の公開から12月31日の23時59分までの公開になるそうなので、年内ずっとお得っていうことになりますね。なのでシーンで買える商品が気になった方はぜひもう今年中にチェックしてみてください。概要欄の方にも詳細を貼らせていただきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。今回私もやっぱりシーンで安いし今しかっていうところがあったから、なんか普段ちょっ
と着たことないなみたいなものだったりとかも頼んでみちゃったりとか、ノアと一緒にね買い物したので、まあ私が着れなかったらまあノアが着たりとかもできるからいいかなみたいな感じで頼んだりとか、あとはまあ雑貨系も本当にいろいろあったりするので、親子ですごく楽しめるお買い物になったかなと思います。なので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じでシーンのお買い物をノアと一緒にやって購入品回してみました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトもやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。